皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめピッピでございます。明けピッピ、おめピッピやばいやつらしくおらん。おめピッピピピピ、おめピッピでございます。ゲーピッピでございます。もうなんだよゲーピーやピッピなんだよ。ゲーピーというわけでコンピピ4次元ポケットのゆきじでございます。ゆきじでございます。ゆきじでございます。レイでございます。最初からやり直そっか。最初から4次元ポケットのゆきじです。レイです。レイです。あ、かぶったってもやり直そっか。最初からね。2024年2本目の動画でございます。昨日のね、2024年1月1日から開始しております4次元ポケット格付けチェックでございますけれども、昨日ね、第1試合目が終了しまして、昨日はアンレイルドというゲームをチーム戦でやりまして、結果としては、ね、今画面に出しましたけれども、影の紅茶のチームが勝ちまして1ポイントずつゲットしております。おめでとうございます。弱雪勢。いや俺だけは負けたんじゃないか。レイさん負けてるからね。ああ、そういう言い方するんだね。うわ、レイさんのせいだってよ。レイさんどうこれ。さすがじゃね。頑張ったんだけどな。俺一言も雪勢のこと責めてないのにな。責めてる話してない今。キスさん、嘘で負けたのは俺とレイさんだよって言っただけで、別にレイさんのせいで負けたらわーって俺言ってるでしょ今。ああ、そうだろ。放送では言ってないけどね。裏で俺さ、さっき言ってたもんな。ああ、終わった瞬間叫んでたもんな。あ、聞こえてた。俺がトイレ行った時にマジレイさんよって聞こえてた。言ったのかい。トイレで言ったのかい。資格倒れしちゃうんだけど。どこ行ってたの。あ、解散か。4次元ポケット、今日ね、2日目は個人戦をやりたいと思います。前回はチームのね、抽選を行いましたが、今回は、皆さんに事前にね、このゲームをやる可能性がありますという通知だけをして、今日何のゲームをするかっていうのはね、この場で決めさせていただきます。それではですね、昨日と同様に、抽選の方で何のゲームやるか決めたいと思います。やだ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 、スマブラがいい。スマブラも入ってるかもしれないよ。ではですね、選ばれるゲームは2つあります。1つはアルティメットチキンフォース、ファミゲラ、はい、定番の。そしてもう1個が、もう去年一昨年になるのかな、やりましたギャングビーストっていう、あのふにゃふにゃのスマブラ、ね、ふにゃふにゃバトルロイヤルね、うん、そうそうそう、あちらのね2択でございます。それでは早速こちらの2点で抽選の方やっていきたいと思います。もう一発目からドーンと出ますんで、本日の個人戦のゲームはこちらです。さあ、何が出てくるかな。揺れ方ね、酔いそうだよねこれね。はい、アルティメットチキンフォースでございます。はい、来た、来ました。俺たちはね、アルティメットチキンフォースから逃れられない運命なのよ。そうだね、もうお前らこれやっとけと。そういうことなんですよ。ではですね、ゲームの準備をしましょう。それではですね、こちらのアルティメットチキンフォースの画面に移ってまいりましたけれども、2日目のポイントの方皆さんにご紹介したいと思います。2試合やろうと思ってます。2試合やって、それの、まあ、取得した順位の合計値で1位2位3位今回でいくと、こう順位を足してって一番少ない人の順番で順位を決めていこうと思います。この格付けの順位をね、1位の方には、格付けのポイントとしては2ポイント、2位の方には1ポイント。 2KP ってこと。 2KP が格付けポイント。あー、 2KP、 yeah。 で3位4位は 0KP。 あ、 0KP ね、うん、0KP1KP0KP で、イエス。それでは早速やっていきましょうか。まず第1ステージ、4次元ポケット密林。密林ってどこだっけ。クシャロワが出るけど、アマゾンですね。ああ、じゃああれか、クーラードリンク持っていかなければ。スタートがそこで、コインがここで、
ゴールがそこ。ああ、なるほどね。え、もう絶対ゴールできんじゃん、最初。よくないな。どうしよっかな。とりあえずこうかな。おい。ちょっと、あー、バカだ、過ぎすぎた。過ぎすぎた。やらかした。そして操作感が。わかる。操作感がね。ちょっと癖ありますからね、このゲームね。はい、ゆっくりいくね。あはい、はい。久々に操作感が。意外と動きに遊びあるな、これ。そうなんだよな。次、あ、面白そうなの発見。そうですね、まだちょっと危険足りないよね。危ないねおやべ、危ね、危ね、あれ、あ、おお、横に引っかかった、上乗るつもりだったのに。これ厳しいね。いや、下から行くしよう。これきついな。無理だな、これきつくね、これ。レイさん、いや、うわ、なあ、そこにちょっと、ちょっと、無理だ、これこれ厳しいな。いやー、もう振り子くんのちょっと想定外だったな。だってこれ空中ジャンプできないでしょ、このゲーム。できないね。何の爆弾だよ。ああ、なるほどね。あ、まずあれ届かなくね、そもそも。届かなそうだね。確かに。え、届いてる。あ、惜しい。はい。ああ。はい。オッケー、オッケー。難しいね。なるほどね。あ、2つもアブラックホール。同時に取ると同時に取ると2個取れるんだよ。ん、ブラックホールで球の急方向が変わるやつね。怖っ。うん、ぶね。あーね、こっしょ。すごい。あー、マジか。ゴールできないって。ほっ。え、ゆきじ、ゴールそっちじゃないよ。何やってんの。それ欲しいな。はい。やべ。これ運び屋じゃん。これは難易度調整をしなければならない。これ、このブラックホール無理だ。これ厳しくね。いや、ここだってさ、しかもさってこうさ、しかもさ、これ下もあれでしょ。下もこれだし、いや、これあ、なんかやばいことしようとしてる人ね、あれあれやばいよ。それ終わってんだろ。それ終わってるよ。ちょ、大きいのそれやばくない。まあ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 、優しくしてあげよう、俺がね。さすがにね。あ、はい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 。え、嘘、当たってるもん。あぐえ、あぐえだってこれ。あのブラックホール、あのブラックホールよ。どうする。無理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 。せめて下がなければな。無理無理無理。下遂げなければな。無理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 。ほい、やってみてよ。これ厳しいね。なんかあいつちゃっかりコイン拾ってきてるぞ。しかも大玉はね、取らないようにして。お、いいよ。え、じゃあこっからどう。えぇどうしたみんな、そんなブラックホール好きね。いやー、厳しいって。いやー、すんげえ。姉さん、読み合わせるとまずいよ、大丈夫。いいでしょう、ご足上げましょう。いい感じにまとまったんじゃないか。建設的なね、話し合いがね。建設的な話し合いができたね。ああ。やった。あ、はあ。あ、ゴールいっちゃったな。おお。いや、でもそれいけるでしょ、逆に。
逆にいけるわ。確かに田中ちゃんもあったむしろ。いやーちょっと 1分の2個が爆速でブルーコール消えるんだよな大好きだねみんなね。ちょっと待って、ゆきに奥場所考えないとブラックホールで球の向き変わるからね。ああ激しいね激しいね激しくなってきた。あ、逆にあれ安全だな。お酒んなよお前。お酒んなよお前。ユキジが降りてきたパンチングマシンに殺されてしまった残念だね。ふざけんなよこいつ。あれ滑った。もうマジか。ああーなるほど。これ俺もらいましたわ。あえ俺もらいましたわ。あえ？これもらってんね。やってんね。やってんね。もらっとるわこれは。じゃなんかユキジがずっと悪いこと考えてるから。ちょっとここね。そういけるかい？ほ。あ見えなかったんだけど。バタバタ。最悪。いやこの針が普通にむずいんだな。さあレイさんいけるのか。おいしようと戻った。いいバランス調整になったよこれいいよ。うわーなんだこれ。いいね。おいなんだこの場で。ちょっと待ってくれ。最初に置いた伏線が回収されてしまった。え、めっちゃ壊れた。めっちゃ壊れてってるね。まだーい。ビーン危ねー。あ、ここと、やばい。ここ通れないか。あ、犬言うな。犬言うな。うーん、ドバッツ。あー、無理だ。あー、無理だ。ちょっとこれ見た目難易度低いんだけどね。ね、なんかね残り3ターン嘘でしょ。ここでちょっとね、差を縮めていかないとやばいですね。それ、いけなくなるんじゃないか。いけなくなるんじゃないか。やばいことしてんね。邪魔じゃない？邪魔じゃない？ねえねえねえ。それそれ超邪魔じゃない？あ、それちょっと。どうしよう。やべ。やってこれ食って。え、ちょっとこの矢感覚早くない？この矢感覚早くない？なんか早いね。え？俺これもうここから立ち上がれる気するんだけど。おいっと、すげえ。俺のカメラだと影の3発ヘッドショットされてんだけど。え、うまっ。あれちょっとこれ画面広いな。あ、オッケーオッケーみんなそうだね。楽やね。同じことを考えていい。あー、マジで。吸収されとるね。やばいな。やばい、やばい、ふざけんなお前。マジで？やばっ。え？ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばいやばい。赤いチンチン。はい？赤いチンチン。赤いチンチン。赤いチンチン。紅茶減点ね、ゼロ点ね、あんた。ねえ、なんかやばいことになってっけど。あ、
矢をブロックしようというお考えで。あー、いいですね。あれがちょっとね、難易度上げすぎてるから。マジかよ。あー、何だ、置き回りよさ。え、は、え、あ、まだ寝るの熱い。これやばいな、やばいな。あー、これ俺ゴールさせなければいいんだな。いや、なんでこの時言ってブラックホールじゃない、ダイナマイト来ねえんだよ。あー、俺ゴールさせなければいいらしい。簡単なゲームだな。あー、簡単なゲームだ。こいつ最悪だ。最悪だ。マジか。最悪だ。勝ち確なんで。勝ち確だな。そうだな、こればっかり攻められんな。そう、それは勝ちだもんな。くそー、一回もゴールできないとかある。地獄を見せてやるよ。え、それで死ぬの？終わってんだよ、普通。いや、俺で死ぬから。せめてボールで死ぬやん。今、当たってないんだ。いや、もうほら、コインも取られないようにしないとね。あー、なるほどね。あー、完璧な頭脳戦ですよ。おー。いやー、くそー。ユッケじゃあ0点だけどね。そうですか。4次元ポケット。この2試合制になった途端にね、この1位になったからもういいやろって道塞ぐのが有効だなるとは。じゃあ2試合目いきましょう。これで決まります。ラストゲーム、ここで俺が1位にさえなれば。え、なんで？あ、出た。1回取った場所がさ、取れなくなるやつじゃん。あったね。これ最初あれなんだよな、そもそもゴールができないんだよな。そうだよ。もう、なんかもう、ね、そうこれ中央の足場はそれ、じゃあ足場はこれ、はぁ、ゴールが、あ、ここ、あ、ゴール位置低いんだね。そうだね。まあ、もういいでしょう。これ真ん中の足場じゃないんだよね、確かに。あ、行けないか、届かんか、さすがに。これやばいんだ。これやばいんじゃね。見えないぞ。おー、届くわ。ちょい、このまずい流れっす。これまずい流れだわ。これまずいっす。放送事故。誰だろう、取り持ちやるしたやつ。誰だろうね、大事なところの足場取り持ちしたやつ誰だよ。誰だろうね。かけない。何それ。まだ早い、まだ早い。ゴールで逆するのまだ早い。一回ゴールしてからいいかなって。かけない。ここから誰もゴールしなければ俺の勝ちだよね。あー。やばい、やばいことさせちゃってるぞ、あれ。やばい。まあ。さすがに許して。はい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 、許してあげよう。さすがにね。うん。なんか地味にやっとんできてんの。そうだね。はい、簡単すぎー。はい、あれ、あれマジ、よし、な、これやらかしたな。で、ここに矢を置いた。すごいな。お、もちゃくんやるね。やる、マジやらかした。え、あれやばいぞ。あれやばい動きするぞ。あれやばいね。空間湾曲せるって。やっぱ動かした。あの振り子動きやばいって。やべ、ジャンプ押せた。いや、これ厳しくねえか。これいけるか。振り子の動きやべえんだけど、弾もすげえんだけど。おい、いけ。いけそうだった。ダメ。なあ、すぐ早かった。くそ。ぶち込まれた。お前ら。危険だね。よし、ここまではいいんだよね。あっぶね。おお。はい、やるよ。よし、死ね、オッケー。あれ、死ぬながらゴールの方が大きかったのに。
あー確かにね、やばいって、おゆきじお前いいね、最高だよ、うん、俺振り子の伝道師呼んでくれ、止めて破壊される可能性も全然ある。まあ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 、まあ、これだったら何でもいいか、大丈夫、まあいいや、壊すもんないし、ああいいでしょう、ほっ、ここをねとりあえず取って、俺の下いるのが、やばい、バカ、ミスター、えあぶ、これは、え、ん、ゴールに入るか、ゴールだから、おおー、ちょっと、ほい、うい、うい、これやばいね、もうこれはもう次の伏線激しくしてくね、あの氷地味にやばいな、なんでいけなかったの、あ、しかもそこいけるの、受け抜いてね、当たっちゃった、振り子に、最悪、やっぱやばいな、まずいな、まずいな、これやばいな、あ、トラップもらえてる、いいぞいいぞやばいな、あそこそんな時点で終わってるよかった、でもこいかな、これよし、おい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 、で、こっからだよね、おお、あれか、うーん、あそこの中央に罠を置いたやつゴールさせる気ないな、ないなぁ、すまじで、あー、いい心合いになりましたね。よし、頑張っていこう。え、ミスター、最悪、よし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 、最悪、今の嘘ボヨン、ここそこ地味に見るぞ、俺そこで死んだわうまおね、今上がってたっしょ、フィファに抗議っす、うますぎる、お、自らでこれされろ、地味にやるなぁ、おいおい、終わってる、このゲーム、いや今回全然だったなぁ、4次元ポケット、それではですね、ポイントの方をまず第2試合のね、順位ですけれども、1位影の井さん、2位ゆきじさん、3位紅茶さん、4位レイさんということで、これで第1試合と第2試合のポイントを合計します。それでは順位の方が決まりましたので発表していきましょう。2位から発表しようかな。2位紅茶柱さん、はい、おめでとうございます。1ポイント獲得、1ポイント獲得ですね。そして3位ゆきじさんで、次4位れいさん7ポイント、そして1位おめでとうございます、影のいさんです。いやー、いや圧倒的だったね、ちょっとね、いやー強かった、圧倒的だったな、強かったな、コソネのスケーター出てましたね。え、またコソネしてた、え、え、それのせいが出てましたね、影野さんね、ありそうしてました。というわけでね、2試合目、本日2日目の結果もこれで出ました。改めて1位の方からね、こう発表すると、1位影野井さん、2位紅茶さん、3位私、そして4位レイさんということで、いやきついなー、俺レイポイントか、まだ僕のポイントは、続いてポイントとしましては、2日目時点では影野井さん、はい、1位獲得しましたので、格付けポイント2日目の1位2ポイント入りまして 3KPT でございます。はい、圧倒的、圧倒的。そして次2位紅茶
1日目の1ポイントプラス2日目の1ポイントを獲得しまして 2KP2KPT2KPT KP にあと2か。そして3位同じく 0KPT ゆきじんレイ。あ、3位も4位もこれ、あれ 0PT なんだ。あ、そう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 、第2試合3位も0なのか。そう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 、なるほどね。やばいな、最下位決定戦になっちまうか明日は。いや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 、というわけで2日目の結果としてはこうなりましたけれども、じゃあラストね、明日3試合目、3日目がございますので、3試合目でまたお会いいたしましょう。ネタバレユキジがビリ。いや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 、何言ってんの、そんなわけないでしょ。おい、まだじゃあ俺でも優勝の目あるってことね。うん、そうですね。影の1ポイントで俺が進めるんだ。その影の0ポイント、おじゃが1ポイントで俺が優勝する3ポイントもらえばまだ勝てる可能性。そうだね。あ、じゃあ余裕だな。あ、だ紅茶を4位にするために俺は絶対最終にはならないようにしないといけない。なんそんな控えめな考え方、お前が1位なんだけど1位なんでんだろう。勝つ気ないな最初から、お前。あれ、スコーが負けてる、負けにスコーってこと。言うな言うな、負け方考えんだって。真実つくな。俺の生き方否定すんな。よし、それだね。新年早々辛辣だな。俺がだけど。いつもいつもいつも毎年のこと。では2日目はこれにて終了ということで、おつぴっぴー、また明日お会いしましょう。おつぴっぴー。